はい、皆さんこんばんは。教育百科店の平野と申します。今回ですね、ちょっと緊急の話なので動画で撮らせてもらおうかなというふうに思っています。結論から申し上げますと、9月19日日曜日3連休の中日ですねに予定していた、東京の、赤坂でやる予定でした、オフ会なんですけれども、こちら、見送る形で、決定とさせていただきたいと思っております。場所はバー三代目っていうところでねやる予定だったんですが、そこの、オーナーのひろしさんと以前ね動画出てもらったことありますけれども、ひろしさんにも連絡の入れまして、本当に申し訳ないんですがと、今授業界は、クラスターが出ていて、非常にコロナの感染、および外出に関してちょっとピリピリ、している状況ですと。で、残り1ヶ月でこの状況を改善する見込みは、ないと、思いますので、申し訳ないんですが、今回の9月のオフ会は見送らせてくださいというふうに連絡をさせてもらいまして、広瀬さんにも、そういうことでしたらかしこまりました、またお願いしますということでございましたので、これで確実に、オフ会は、キャンセルという形になってますので、なしということで、ご認識の方していただければいいかなというふうに思います。で、話はですね、これで終わったらちょっとしんみりしちゃうんで、もうちょっと話したいことがあって、ぜひ聞いてほしいなと思うんですけれども、本題とずれちゃうんですけどね、僕ね、去年のね8月31日に出してる動画で、そのいや、オフ会とかやってみたいっすよねっていう、ちょっとね薄い希望みたいな感じで喋ったことあるんですよね。で、それがオフ会やるんですかと、ああいうふうに、各方面から質問が飛んできて、その数も1とか2とかじゃなくて、10とか20とか、そういうレベルで飛んでくるわけですよ。で、今回は結局開催しないことにしたんですが、そもそもなんですけど、本当に開催できる直前まで行ったってっていうことが僕としてはチャンネルの成長として嬉しいですし、また開催できる規模じゃなければわざわざこんな、オフ会をやりませんという宣言をね動画で出すこともなかったと思うんですよ。規模がチャンネルの規模がいってなければね、という意味では、結果的には開催しないし延期という形を取るんですけれども、チャンネルの成長を僕は、自分では、味わっています。で、そのチャンネルの成長、規模が大きくなってきたことを昔から見てくださってる方々は特にそうだと思うんですけれども、自分ごとのようにもしかしたら嬉しく思ってくれてるのかなと思うだけで、僕もまた嬉しい気持ちに、なるわけでございます。もちろん最近見始めた方々は、チャンネルに対してどういう感想を持ってるかっていうのは分かりませんけれども、一応やっぱり5000人近くいれば、オフ会っていうのは成立するんだなっていうのが僕の今の感想なので、今後やることは間違いありませんが、やっぱり条件としてはコロナが、収束することですよね。いわゆる、ワクチンを打っても、感染っていうのは止まらないと言われてますが、重症化はしないというふうに言われていますよね。要するにただの風邪みたいな状態になって、そんなに怖い病気じゃなくなったよねってなるのがいつ頃かはわからないんですが、もしかしたら今年の冬になるかもしれないし、来年までかかるかもしれないし、それはわかりませんが、そういうタイミングでコロナがただの風邪扱いになった頃に、やってもいいのかなというふうに僕は思っています。それがもし仮に10月になるんだったら、じゃあ10月の後半でオフ会やりますかって話になりますんで、やっぱりやることは間違いないということだけは認識いただいてほしいかなというふうに思います。で、や
場所をね再検討してほしいみたいな声がちょっとあるんですけど、申し訳ないんだけどやっぱり開催は東京の、港赤坂、ちょっと詳しい住所わかりませんけれども、バー3代目で、行わせてください。大阪、名古屋、仙台、札幌、福岡、この辺りは開催をしてほしいという声を1回はいただいたことがありますが、現時点において僕のチャンネルの規模を考えると、関東での開催じゃないと成り立たないので、さすがにちょっと大阪開催まではいけないのかなというふうに思ってますが、いずれは東京、大阪、で開催するみたいなものも、まあ、目標に持ちながらやってはいきたいのかなというふうに思ってます。マネージャーから何か感想等々ありますでしょうか？ないそうです。いや、オフ会のね声をいろいろいただけるっていうことはすごいありがたいですね。そうですね、まあ、1年前に出したね YouTube 1年記念の動画で語っていたことですよね、オフ会やりたいっていうのは。まあ、そうですね、それがね、まあ、こんなに早く実現しそうになるっていうことが嬉しいです。うん、そうですね、まあ、今回は延期になりますし、まあ、いろいろ、まあ、楽しみにしてくださってた方とか、まあ、いろんなねこうご意見とかをくださった方もありがとうございます。また開催できることを願ってこれからも YouTube の投稿を頑張りたいと思います。はい、では今後とも教育百貨店の方をどうぞよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。エンディングもちゃんとありますので最後まで見てください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。